あなたがそばにいるとなんだか緊張しちゃう。って、なんでもないわ。ねえ、そんな大きなポップコーンを抱えて落ち着いて見られるの？ふーん、別にいいけど。それより今日は何を見る？あなたの好きな映画でいいわよ。ふふ、可愛らしい映画が好きなのね。いいわ、その映画にしましょう。面白かったわね。私とあなたに似てるかも、なんて思っちゃった。え？そういうの照れるからやめなさいよね。映画も悪くなかったけど、劇中で流れる曲が良かったわね。って、私の悪い癖かもしれない。劇中の曲の方に気を取られちゃうことが多くて。ええ。音楽には伝えたいことをより強く伝える力があるのね。でも、今日は他にも気を取られる要因もあったかな。は？何のこと？そんなことじゃないわよ。あなたがすぐ近くにいると、なんだか緊張しちゃって。知らないわよ、そんなこと。もう、早くカフェに行くわよ。ついてらっしゃい。今日のステージの話は聞いてる？トランプでマジックを披露することになってるの。私には何でもお見通しなの。マジックでみんなは翻弄してあげるわ。でも私にもわからないことが一つだけあるのよね。私にわからないこと、それはあなたの気持ち。ここまで言ったんだから、マジックが成功したら、あなたの気持ちもちゃんと教えなさいよね。今日のこと、楽しみにしてたんだから。私のこと、早く連れて行ってよね。遅い！もう、私をこんなに待たせるなんて意味わかんない。何？そんなに私のことじろじろ見て。言いたいことがあるならはっきり言いなさいよね。何それ。もういいってば。そんな恥ずかしいこと言わないでよ。この話はおしまい。まあ、あなたが言うなら、そう受け取っておこうかしら。それより、一緒に踊りましょう。せっかくのダンスパーティーなんだもの。
ダメ。そんなことで私のエスコートが務まると思ってるの？いいじゃない、ここにはあなたの知り合いは私しかいないんだから。あなたのダンスが下手でも私は笑わない。私はあなたがいいって言ってるの。今日のこと楽しみにしてたんだから、私のこと早く連れて行ってよね。私に見とれちゃう？当たり前でしょ。今日も練習お疲れ様。さ、帰りましょう。それってこの間のリコと私の発表会のこと？あなたにその日用事があったんだから仕方ないじゃない。しつこいわね。そんなに見たかったの？ついてきなさい。同じ曲を演奏してあげるわ。どうだった？そうでしょ？でも発表会の日はこんなものじゃなかったのよ。リコが誘ってくれたの。私と一緒に弾いてみたいって。びっくりしたけど、すごく嬉しかった。だって私もそう思ってたから。ええ、アクアの曲は何度も繰り返し聴いてるし好きだから。ライバルって言えばライバルだけど、一緒に高め合える仲間じゃない。リコはもちろん、アクアの曲もアクアのみんなのことも好きよ。そんなことも知らなかったの？それと、リコ自身は気づいてないかもしれないけど、輝きを求める姿に惹かれるのよね。私にはない輝きを持ってる気がする。な、今は私の話なんかしてないじゃない。リコが輝いてるっていう話を。やめてよ。そんな話がしたかったわけじゃないんだから、恥ずかしくなること言わないでよ。もう下校時間なんだからさっさと帰るわよ。また私に会いに来たの？本当に暇なんだから。って今のは冗談。来てくれてありがとう。感謝してる。花って見ているだけで心が癒されるの。優しい空気に包まれるっていうか、私は花みたいに優しくはなれないかもしれないけど、あなたのことはそれなりに大切に思ってるつもりだから、あなたも私のこと大切にしてよね。一人で滑るのも悪くないわね。次に来る時も乗ろうかしら。待ってないわよ。
私もさっき着いたところだし。ええ、先週買ったんだけど、なかなか履く機会がなくて。そう?ありがとう。ん?なんでもない。行きましょう。そういえば、あなた、明日は来るの?行くわ。リンがすごく楽しみにして。大丈夫。ごめんなさい。え?別にそんなこと。できれば気づかないでほしかったわ。だって気づいたらあなた、もう今日は無理しないで帰ろうとか言うでしょ。今日は一日あなたと遊ぶって決めてるんだから、途中で終わるなんて嫌なの。この靴だってあなたに見てほしくて、ずっと。悪い?で?はい。あなた、時々涼しい顔でこういうことするわよね。別に、ありがとう。平気よ。そんなに滑るつもりはないし、リンや他のメンバー次第では滑るよりも妙なことをやらかさないか見張ることになりそうだからね。雪と氷か。今回は随分季節を意識した衣装ね。なんだか着てるだけで体が冷える気がするわ。嘘よ、冗談。結構あったかいわよ。次のライブは野外ステージらしいから、防寒対策はしっかりしてあるの。風を通さない生地を使ったり、裏起毛にしたり、いろいろ考えてるんだから。ただ可愛くて華やかならいいってわけじゃないのよ。デザインも素材も無理なものを使って作れば、パフォーマンスに影響が出る。まあ、私も衣装作りを手伝うようになってから覚えたんだけど。勉強になった？そう、それは良かったわ。もしあなたが衣装を考えてくれる機会があったら、その時は期待して良さそうね。メリーゴーランドなんて久しぶりだわ。この前行った遊園地のお土産、あなたとはしょっちゅう会うから。邪魔とは言ってないでしょ。他のみんなあなたが来ると楽しそうにしてるし。え、それはわかるでしょ。もういいから受け取りなさいよ。どうって。まあ、そうね。興味深かったわ。カナタよ。カナタってスピード狂だったのね。遊園地に入った途端にジェットコースターに行きたがったから、好きそうだとは思ったけど、あれは好きというレベルを超えていたわ。あの遊園地のジェットコースター、
思った以上の迫力だったのよ。速いし、高低差はあるし、左右にも揺さぶられるし、一度乗っただけでぐったりするのに、彼方ってば何度も乗ろうとするから大変だったのよ。そうね、メリーゴーランドは悪くなかったわよ。あなた、遊園地好きなの？意外と子供っぽいのね。別に構わないわよ。その代わり、ジェットコースターは乗らないから。さあ、パーティーの始まりよ。みんないつも以上にいい顔してる。私もみんなと同じ気持ちよ。楽しくて楽しくてたまらない。私とみんなで遊園地みたいなワクワクとドキドキがいっぱいの時間を作りましょう。ほらほら、よそ見しないの。私だけを見て。ほら、行くわよ。今日は一緒に楽しむんでしょ。早いのね。待たせちゃったかしら。そう？ありがとう。そうだけど、どうして知ってるの？そうね、楽しそうだったわ。あれこれやりたいことを並び立ててる時って一番楽しいものね。別にそんなことないわ。まあ、どうしてこうなるのよ、とは思ったけど。言うほど困ってたわけじゃないわ。おかしな方向に話が進んではいったけど、元はといえば私が作曲で行き詰まってるのを何とかしようとしてくれたわけだし、気分転換してリフレッシュすれば曲が作れるようになるかもしれないっていう考え方自体は悪くないと思ったし。ちょっと、どうしてそうなるの？あ、それなんだけど、曲は旅行に行く前に完成しちゃったのよね。みんなと旅行の話をしているだけで十分気分転換になっちゃったみたい。とにかく気分転換は大切だって今回のことで学習したわ。思い通りに曲が作れない時って、ピアノの前にいただけじゃなかなか解決しないのよね。行き詰まった状態でいいメロディーが思いつくはずがないもの。曲作り、うまくいってないんでしょ？だから今日はリフレッシュしましょう。私がいるっていうのに、さっきから他の子の名前をポンポン出してくれちゃって。覚悟なさい。これから先は私の名前しか呼ばせないから。行くわよ。もうコースは決めてるの。一日たっぷりリフレッシュさせてあげる。いろいろな文化に触れたり、その場所の空気を感じるのっていい刺激になるわよね。知らなかったことを知ることで自分の世界が広がって、世界が広がれば新しい音も生まれる。今度二人で一緒に旅行に行くわよ。私とあなたの二人っきりで。
もちろん断ったりしないわよね。リトルデーモンマッキー、そんなこと言うわけないじゃない。そうね、あなたって流されやすいのね。思わないこともないけど。え？そうかしら。もう、何なのよ。これはあなたに似合いそうだわ。分かったわけじゃなくて、その、ただ似合いそうだなって。別にいいでしょ。いい色ね。嫌いじゃないわ。ねえ、あなたはこの服欲しい？そう、じゃあ私も買おうかしら。ちょ、声大きい。そんな驚くようなことじゃないでしょ。私もあなたも同じものが気に入ったってだけだもの。気に入ったものを買うのはおかしなことじゃないわ。他の子には内緒よ。二人だけの秘密だからね。そんなにじっと見てどうしたの？あ、この服のこと？いいでしょ？この間買ったばかりなの。お買い物って不思議よね。見てるとどんどん欲しいものが増えていくの。あなたはどんなものが欲しい？一緒にお買い物に行きましょう。あなたが何を買うか、私興味あるわ。もう、からかわないで。ついてきてくれてありがとう。その、ちょっと忘れ物取るから後ろ向いててくれない？なんでもいいでしょ。ほら、早く後ろ向いて。そう、それでいいわ。そこでおとなしくしててね。いい？私が声をかけるまで絶対絶対に振り返っちゃダメだからね。じゃあ、少し待ってて。あ、あった。お待たせ。もう振り向いてもいいわよ。はい、これ、あなたに。バレンタインのチョコ。いいに決まってるでしょ。むしろ、あなたにだから渡すのよ。だから、その、受け取ってくれる？ふふ、もう、喜びすぎ。でも、喜んでもらえてよかった。ええ、世界で一つしかないチョコなんだから、よく味わってちょうだい。
わ、悪い？一応、頑張って作ったんだけど。もう、大げさね。家宝にするんじゃなくて、ちゃんと食べてよ。でも、ありがとう。あなたのそういうところ、嫌いじゃないわ。え？忘れ物なんて、最初から。もう、そんなことはどうでもいいの。ほら、早く行くわよ。今日あなたと二人で過ごせるの、ずっと楽しみにしてたんだから。余計なことは考えないで、私だけを見てなさい。この衣装、すっごく素敵でしょ？バラがモチーフなの。え？綺麗？ありがとう。なんだかまるで私自身がバラになったみたい。ほら、もっと近くに来て。でも、綺麗なバラにはトゲがあるって言うから気をつけてね。なんて冗談よ。私にはないから安心しなさい。今日はずっとあなたのそばにいたい気分なの。せっかく二人きりなんだし、バレンタインらしく甘い時間を一緒に過ごしましょう。お幸せにね。うん、おいしい。おいしい料理に綺麗な夜景、素敵なお店ね。そう？別に普通じゃない？確かにガチガチね。それじゃあ、あなたがいつものお店って言えるくらい一緒に通う？なんてね。私が隣にいるんだから、自信持ちなさい。その調子よ。それに、変に気にする必要なんてないわ。もし何か起こっても、あなたのことは私がフォローしてあげる。そうだ。この前送ってくれた新曲聞いたわ。アレンジが3パターンあったけど、私は最初のパターンが一番いいと思った。そうだったのね。あのアレンジ、とっても良かったわ。私たちって気が合うわね。音楽面もそうだけど、あなたと一緒にいると居心地がいいわ。あら？それってもしかして、プロポーズ？それじゃあ、私とは一緒にいたくない？即答ね。私もあなたとなら、苦楽を共にしてもいいって思ってるわ。それこそ、やめる時も健やかなる時も、あなたのそばでずっと一緒にいたいって本気で思ってる。この気持ちに嘘や偽りはないわ。それくらい、あなたのことを大切に思ってる。でも、実現させるのはまだ難しいから、私の気持ちだけ先に伝えておくわ。あなたが次またその言葉を言ってくれる日まで楽しみにしておくわね。エタニティリングって知ってる？永遠って意味があって、婚約指輪としても贈られるそうよ。大切な人と永遠の愛を約束するって素敵よね。
私も大切なたった一人のためにエタニティリングをはめる左手の薬指は取っておいてるの。ねえ、あなたに予約させてあげるって言ったらどうする？それじゃあ私の薬指の予約はあなたに取っておいてあげるわ。約束破ったら承知しないんだから、私のこと絶対迎えに来てよね。できないのよ。ちょっと、そんな引っ張らなくてもちゃんとついていくってば。もう、なんでそんなに嬉しそうな顔してるのよ。ほら、早くゲームやるんでしょ？どのゲームにする？これって、モグラ叩き？わかったわ。頑張って。久しぶりにやったにしてはいいスコアだと思うわよ。え、私はいいわよ。あなたもう一回やれば。はあ、そんなわけないじゃない。私だってやったらそこそこのスコアは出せるわ。いいわ、見てて。私の本気見せてあげる。えい、えい。あ、いなくなっちゃった。あれ、次はこっち。まだまだよ。私だってあなたと同じくらいできるんだから。正直、もっとできると思ってたのに。このまま終わるのは悔しいわ。もう一回やらせて。どのゲームをやろうか迷ってるみたいね。ここには数えきれないくらいゲームがあるから。私のおすすめはリズムゲームね。リズムに合わせて画面をタップするのよ。やっているうちにだんだん乗ってきちゃって、つい体でビートを刻んじゃうのよね。え？私と勝負したい？ふふ、言ったわね。その勝負、受けてあげる。後悔しても知らないわよ。気に入ってもらえたかしら。もうはしゃぎすぎよ。まあわからないでもないけど、ほら、アフタヌーンティーを楽しみましょうよ。基本的にはケーキスタンドの下から食べていくのがマナーって言われているわね。ええ、けど必ずしもマナー通りに食べる必要はないわ。ケーキを食べたからって
その後サンドイッチを食べてはいけないなんてことはないし、最初にケーキを食べたっていいと思うわ。一応マナーはあるけれど、それを気にしすぎていたら楽しくないでしょ。マナーも大切だけど、気になったものから食べればいいのよ。食事は楽しむことが一番なんだから。そういうこと。さ、食べましょう。じゃあ、私はこっちのクッキーをいただこうかしら。あ、このクッキー、ウサギの形で可愛すぎて、その、食べるのもったいないなって。そうだ、あなたにあげる。はい。自分で食べるのはもったいないけど、あなたに食べてもらうならいいかなって。え？でも、結局あなたからもらったクッキーもウサギだから、悩みは変わらないわ。もう、耳からちょっとずつ食べようかしら。あら、初めましての人ね。不安にならなくてもいいわよ。私、ビギナーには優しいの。ダイスの目の数によってあなたの未来を変えてあげる。さあ、こっちに来て。なんだか不思議な感じ。あなたとは長い付き合いになりそうな気がするわ。それじゃあ、あなたの運命を決めるダイスゲームを始めましょうか。チェックメイトよ。へえ、素敵なところね。こんな近くにボードゲームカフェがあったなんて知らなかったわ。そうなのね。今から遊ぶのが楽しみだわ。それにしても、あなたがこんなにチェスにはまるなんて、ちょっと驚きね。それはよかったわ。私もチェスができる相手が見つかって助かるしね。それじゃあ、早速やりましょうか。なら、私はこっちに進めるわ。ま、引っかかったわね。駒をこっちに進めてっと。あなたって本当に素直ね。こんな見え見えの罠に引っかかってくれるんだもの。もう次よ。ほら、チェックメイト。あそこはもう少し迷うと思ってたけど、あなたって意外と単純なのね。いいわよ。あなたが満足するまで何度でも相手になってあげる。あなたって案外負けず嫌いなのね。新しい一面を発見したわ。たまにはこうして遊ぶのもいいわね。はいはい、それじゃあ2回戦を始めるわよ。いかにも退屈って顔をしているわね。じゃあ、私が日常のしがらみを忘れさせてあげる。今夜、とびきり刺激的なひとときをあなたにプレゼントするわ。
でもその代わりあなたの心を虜にしちゃうから覚悟してね。さあ、私の歌でしびれさせてあげる。あなたの心に私を刻み込むわ。